終戦協定。パレスチナ地域におけるあらゆる戦闘を終始し、民間人の救済と陣営間の協力を確約するドバイ条約が締結された。調印式は国際協力連合の働きかけを追い風に、関係する全陣営のリーダーが VR 空間、ザ・ワールドに集い、本日午前、取り行われた。主な条文は、1、 防御目的以外の武装を撤廃すること。二、非人道的な攻撃行為を禁ずること。三、隔離壁を排し、往来の自由を認めること。四、未開地を共同開拓し、生活領域を広げること。新年を迎えた午後、このビッグニュースは世界中を駆け巡り、祝福と共に歓迎された。 長らく続いていた嘆かわしい骨肉の争いに、ようやく、抜本的な解決がもたらされたのだから。あらゆる立場に、主義、主張、誤解、悲哀、疑惑、過失があり、それらが絡み合いすれ違う中、皆が願ってきたことは、ただ一つだった。血まみれの時代に終止符が打たれ、平穏な日々を、健やかな人生を、皆が全うできること。 それを実現し得る策は枚挙にいとまがないが、真に必要なことは、ただ一つだった。傷つけ合うことをせず、個性や格差を認め、富や地を共有し、助け合うこと、育み合うこと。多くの市民が懇願し続けた和平は、こうして達成された。戦争を引き寄せ遠ざける、軍備、武器は、徐々に不要となり、その規模が縮小していくだろう。 生死に費やしてきた人命、知性、資源、資金は協力と成長のためにより生かされるだろう。感情のもつれをほどき、戦乱を避け、環境を回復し、自他を尊び、発展する社会を築くだろう。成功の鍵は、一人一人の優しさ、次世代の進化だ。 本日午後、ムーンガザ大学の VR 行動で発表された時空の叫びも本件と何か関係があるのでは、と一部では囁かれる。歴史を紐解けば、ドラスティックな変革期には連鎖的に驚くべき奇跡も起きてきたからだ。まるで、互いに共鳴し合うかのようにして。同じような出来事は、例えば、生命の一生や地球の活動などにおいても、よく見られる。 解決までに長い年月を要する課題問題はどんな存在にも多かれ少なかれありそれらは当事者だけで乗り越えたり受け入れられる場合もあれば周囲による助けが必要な場合もある国家民族宗教文化歴史経済障害など全ての存在には尊重される価値があり必要なものが必要とされ不要なものが必要とされ 必要なものが不要とされる。なぜ、それが必要なのか。本当に、それは必要なのか。なぜ、それが不要なのか。本当に、それは不要なのか。必要とは何か。不要とは何か。必とは、不要とは、用とは。なぜ破壊の時代から創造の時代へ。 世界はまた一つ大きな一歩を踏み出した。ME14 年1月1日ドバイザワールド国際協力連合